皆さんこんにちは。山本舞香が涙ながら告白した伊藤健太郎から受けた性的 DV 堕胎強要、森進一と森政子の三男と電撃結婚した女優の現在の姿、内田理央を振った旦那の裏の顔について紹介します。山本舞香が13日インスタグラムを更新し、交際中のロックバンドミフィドストリーのボーカルひろこと森内ひろきと結婚したと発表した。ウェゴットマリットと綴った。2人はそれぞれのインスタグラムを更新し結婚を報告。2ショット写真とともに連名で書面もアップ。近景、修礼の子、皆様におかれましてはご精鋭のこととお喜び申し上げます。平素は格別のお引き立てを賜り厚く御礼申し上げますで始まり、続けて私たち MYFIRSTSTORY ボーカルヒロと俳優山本舞香は結婚いたしましたことをご報告させていただきますと伝えた。さらにこれからはお互い家族として支え合い、いかがなる困難にも立ち向かい苦楽を共に生きていきたいと思っておりますと記し、まだまだ未熟者で至らない点の多い2人ではありますが、今後ともご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げますとした。山本とヒロの交際は7月に一部週刊誌で報じられ、ヒロも自身の YouTube チャンネルで交際を認めていた。この日もヒロは YouTube チャンネルを更新し、左手薬指の指輪を見せて結婚を報告。発表日については13日が舞香の誕生日なんでと明かしていた。伊藤健太郎ひき逃げ報道を乗り越えた山本舞香とついに破局。彼氏どころではない山本にあった環境変化、2人にとっては波乱の5年でしたね。でもそれもこの春で終わりました。こう語るのは女優山本舞香と俳優伊藤健太郎の共通の知人だ。波乱の5年が始まったのは2019年10月頃、表沙汰になったのは本誌が2020年1月に同棲をキャッチしてからだ。山本さんと伊藤さんは共通の友人だったある女優を介してグループで食事をするようになりました。伊藤さんのブレイク作品といえばドラマ今日から俺はですが、同ドラマの映画版で山本さんと共演し一気に仲を深めたようです。売れっ子同士の2人でしたが、同棲について隠すこともなく堂々とした交際でした。だが悲劇が起きる。伊藤健太郎が2020年10月にひき逃げ容疑で逮捕されたのだ。当時ランドクルーザーに乗っていた伊藤さんは都内の路上で2人乗りのバイクに接触、そのまま走り去って、近くで信号待ちをしている際後続車の男性から戻るように言われ事故現場に U ターンしました。伊藤さんは事故から逃げるつもりはなかったと主張し、地検も過失傷害は起訴猶予、ひき逃げは犯意が認められないとして嫌疑不十分の不起訴となりました。ただ当時は現役人気俳優の逮捕とあって猛バッシングが繰り広げられました。どちらかといえば山本さんが伊藤さんにベタ惚れしていたのですが、結局別れてしまうことになりました。その後山本はロックバンドミフィドストリーのボーカルヒロとのディズニーデートを報じられるなど、2人は別々の道を歩み出したと思いきや、2023年5月週刊文春の報道により元さやに戻ったことが発覚した。週刊文春によると、2人は知人を交えて西麻布で食事をした後高級マンションへ消えていったそうです。知人の証言として、山本さんの方からよりを戻したいと伝え復縁した経緯も報じられました。さらに2024年1月にはフライデーが2人の手つなぎデートをキャッチ、完全によりを戻したことが分かりました。伊藤は交通事故の逆風を乗り越え俳優として完全復帰、芸能界のビッグカップルとして残るはゴールインするだけかと思いきや、冒頭の通り2人は再び破局してしまった。小さな喧嘩を含めれば2人は報じられていないタイミングを含めて付き合ったり別れたりを繰り返してきました。愛情表現が豊かで自分の気持ちをストレートに伝える山本さんと、それを温かく受け入れる伊藤さんという関係でした。ただ今回は大喧嘩の末に別れたわけではなく、双方ともにすっと気持ちが冷めたという状況のようです。ほとんど連絡も取っていないので、これできっぱり完全な破局です。さらに山本には彼氏どころではない環境の変化が待っている。7月末で長年所属してきた事務所を退所し、
新たな芸能事務所に移籍するそうです。山本さんは決して気難しいタイプの女優ではありませんが、自分のやりたいことがはっきりしていてストレートに言うタイプ、特に演技の仕事に注力したいそうで、より自由にやらせてくれる事務所に移るんですよ。伊藤さんとの破局も影響があります。約5年に及ぶ関係をすっきり清算し、心機一転、仕事をする環境を変えるのにもぴったりのタイミングなんです。ヒロについて週刊文春はそのモテ男ぶりをたびたび報じてきた。2022年10月には文春オンラインでヒロの二股愛を報じた。相手はグラビアアイドル林梅、元 AKB48 谷川聖。それから半年後の2023年3月には女優内田理央との映画&焼肉デートの様子をキャッチ。二人はその後ヒロの住む高級マンションへと消えていった。ヒロも昨年3月に文春オンラインが女優の内田理央との交際をキャッチしていたが、二人の関係も昨年の秋に終わっています。内田さんは良くも悪くも自由奔放、そんな彼女に対してヒロが周囲にしんどいと漏らしていました。ちなみに元カノの内田理央については今年4月に週刊文春が YouTuber のヒカルとの交際をスタートさせたことを報じている。相愛傘で自宅マンションへ。内田理央と人気 YouTuber ヒカルの寿司デート&お泊まりアイスクープと、元キスマイ北山マイファスヒロに続き、そして今年5月からヒロは山本との交際をスタートさせたのである。山本がカーシェアの車を借りてヒロを迎え、ディズニーシーを訪れると閉園時間いっぱいまでその日を楽しんだ。この時点でヒロはマイカに強い思いを寄せていた。マイカがバンドメンバーとも仲良くしていたこともあり、メンバーを含めてヒロがマイカをディズニーへ誘い、デートが実現しました。しかしこの日もデート終わりに山本が向かった先は伊藤の元だった。お互い意識しながらも恋人がいたりして、友人関係が長く続いた2人ともフリーになって、タイミングがバッチリとマッチしたのが今年に入ってからでした。ヒロの猛アタックもあり、今年の5月から交際を始めました。ヒロの山本に対する思いは格別だという。4年余りも思い続けていたヒロはもうマイカしか見えていない。その証拠にあいつは最近何千人も友達がいた LINE のアカウントを変えて、マイカのために気持ちをリセットした。前回の内田さんとの交際では結婚や将来など全く考えられなかったが、今回のマイカとは真剣交際なんだとか。冒頭の場面に戻ろう。熱い抱擁を終えた2人は送迎車に乗り込む。その後飲食店に立ち寄った後に都内のヒロが住む高級マンションへと入っていった。7月21日にマイファスが参加した大阪のフェスにも山本は同行。この日のライブ後の夜も熱々な2人の様子をキャッチした。お互いサングラスをかけていたが、その芸能人をらは隠せない。大阪の街のネオンライトに照らされて周りを気にすることなく手をつなぎ体を密着させていた。山本の所属事務所に交際や同棲などについて尋ねたが、期日までに回答はなかった。一方ヒロに記者が電話をかけたところ、リハ中なんで端的にお願いしますと世話しない様子。そこで山本との交際や同棲、17日の熱い抱擁についてまとめて質問すると、付き合ってて同棲してて抱きしめましたとだけ言い残し、電話は切れたのだった。新たな恋を始めた山本は幸せになりたいと周囲に漏らしているという。ロックバンドマイファーストストーリーボーカルのヒロと女優の山本舞香がオープンに交際している。元彼で俳優の伊藤健太郎を心配する声もあるが、二人は伊藤に交際を報告していたといい、不思議な三角関係が浮かび上がってきた。ポンは17日インスタグラムのストーリーズにヒロが撮影したとする自身の笑顔の写真を添付し、幸せでしたと投稿した。ヒロもインスタのストーリーズでこれを引用、花束の絵文字を入れた。7月に文春オンラインで交際を報じられた際、ヒロは堂々とこれを認めており、今もラブラブであることをうかがわせる。ここまでオープンに交際する芸能人カップルは珍しい。17日の投稿を受けて翌18日には一部で嫌悪感を示すネットユーザーもいると報じられ、 SNS ではバカップルの典型といじられているとも伝えられた。
元彼の伊藤を心配する声も上がる。山本は2019から24年の間、伊藤と交際、破局を繰り返したとされ、破局からほどなくしてヒロとの交際に発展した。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。